どうもこんにちは、西です。ですね、実は私のもとに悩める子羊から DM が届きまして、フォアの下回転サーブを切るコツはありますか、うまくできなくてコーチに怒られてしまいます。わかる、めちゃめちゃわかる。下回転サーブなんて誰もがね通る道ですよね。うまくできないのわかる。ということで、悩める子羊を救うべく、西流の下回転サーブを切るコツレクチャーしていきます。レッツゴー。はい、まずですね、一つお話ししておきたいのが、今回の僕の動画ですね、あくまで僕個人の意見ですのでご承知おきください。まずですね、下回転っていうのはどういう回転かっていうのをまず説明したいんですけど、中学生とか、卓球始めたばっかりの方とか、下回転って何、下回転って何みたいな感じだと思うんです、ね、ボールの下を切ったから下回転、あとなんかこう下に落ちるから下回転、でもこう下回転だけどこう相手側から見たらこう上になってるしな、ってややこしくね考えてしまう部分あると思うんですけど、これだけまず共通の認識として話しておきたいのが、自分の方向に、自分のところに勢いよく戻ってくる回転っていうことを覚えておいてください。僕がですね、このピンポンスタジオ日誌に来ていただいている生徒さんに、下回転サーブを教える時に重要視しているのは、切る感覚を養うことなんです。まず最初からサーブの形とかから練習するんじゃなくて、最初はね、サーブにしようと思わないようにします。それ練習しててサーブになるのって思う方もいるかもしれませんが、ね、ぜひ試してみてください。はい、それではまずですね、先ほど説明した下回転っていうのは、自分のとこに勢いよく返ってくるのが下回転っていうお話をしましたよね。それをイメージしてもらって、上り坂、ラケットを持ってもらって上り坂作ります。で、自分の目の前にね上り坂がある。で、そこからボールがコロコロコロって転がってきたら自分のところに絶対来ますよね。坂道があったら登っていくわけないですからね、ボールがね。まずはこんな感じ、はい、帰ってきますね。まっすぐ帰ってきます。ラケットがですね、下り坂になって当たってしまった時は絶対に返ってこないんで、これは下回転になりません。ボールの下を切る感じを覚えていったら、次はですね、強く切ることを覚えます。はい、それでは上り坂作って、強くボールに回転を加えるために第1バウンドをですね、相手コートに落とします。こんな感じで、こんな風に返ってくるように強くかける。で、皆さんにここで注意してほしいのは、これが最初できるようになったと思って、よし、じゃあサーブ練習しようって形にしようとすると、絶対にサーブとして成立させようとするから、自分のコートに第一バウンドをつけることを意識しすぎて、ボールの下擦れないんです、絶対。で、上り坂作れないんですよ。下り坂になっちゃって自分のコートに叩きつけるから、結局切れない、回転がかかんないんですね。なので、まずはサーブにしなくていいので切る感覚を覚える。そのためには強く切る必要があって、相手コートに第一バウンド、こんな感じ。第一バウンドを相手コート側にさせて帰ってくるっていうような練習ができるようになったら、初めてちょっとずつ形をサーブにしていきます。第一バウンドを自分のコートにするだけです。で、要はさっきまで強く切ってたのをちょっとだけ優しく触るイメージ。もうこれサーブになっちゃいました。さっきまで強くやってたのを、この角度を保ったままちょっと優しめに、
でこれで第1バウンド自分のコートに落とせば切れた下回転サーブになります。でこれだけだとちょっと球がね高くなってしまう、弾道が高くなってしまうので、そこで初めて少しずつ上り坂だったラケットをちょっとだけ水平の方向に直していきます。こんな感じ。そうすると低くて切れてる下回転サーブになります。皆さん本当に気をつけてほしいのが、ね、サーブにしようとする、最初からサーブとして成立させようとすると切れません。なぜなら下り坂になっちゃう。こういう風な形ではなくて、とりあえず下回転サーブがうまくできないよとか、まだ習ってないよという方は、まず台から出ないようにすることを目標にすればいいと思います。ね、こんな感じで下回転をして、そう、出ないようにこのネットの方まで帰ってくる、ネットの方にたくさんボールがたまるようにやってもらえればいいかなと思います。それができるようになったら、だんだんアレンジを加えて、こういうふうなバーティカルサーブにして勢いがあって切れてる、ね、勢いがあって切れてるとさすがにこっちまで帰ってこなかったりもするんですけど、まあ、それはね基本ができてれば切ることができるようになってるはずなので、台から出ちゃっても大丈夫なはずです。でもしよろしかったらこちらの動画参考にしてみてください。それではまたね。初めての技術解説動画でした。もう本当に分かりづらかったらすいません、ね、言葉が足りてない部分も多いと思うので、よかったらコメントでご質問ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。